ノーチェス後楽園ホール2月16日の後楽園ホール大会にて右膝を負傷してしまいました。それ以降の後楽園、盛岡、山形、そして今日の後楽園と4大会連続で欠場になってしまったこと、そして4大会連続で対戦カードが変更になってしまったこと、心からお詫び申し上げます。幸い重症ではなく経過も良好とのことなので、しあさって2月25日の後楽園ホール大会にて復帰することが決定しました。まだ早いんじゃないのって思う方もいらっしゃるかと思いますが、なんだ全然できるじゃんって皆様に思ってもらえるような姿を2月25日後楽園ホール大会でお見せしたいと思います。楽しみにお待ちください。ところで神様、イブシコータは俺が欠場したことによって今日も試合がなくなってしまったわけですが、試合はできなくてもマイクぐらいできるだろう。黙ってるだけじゃあなたの思いは誰にも何も伝わらない。神様、イブシコータは出てこないか。出てくると思ったんだけどな。神様、イブシコータは本気でプロレスを広める気があるのかないのか、残念ながら俺は口だけで本当にそうは思ってないと思いますけどね。ではでは皆様、次はしあさって2月25日ここ後楽園ホール大会でまたお会いしましょう。ロス・インゴ・ベルナブレス・デ・ハポン、内藤哲也でした。アディオス。神様、イブシコータはノーコメント、もしくはどうでもいいことしか言わない日々、本当にあなたプロレスを広めるおつもりはありますか？こんなんでプロレスが広まるんだったらさ、もうとっくに広まってるよ。イブシは強い、確かに強い。でも自分から何も発信できないような男が新日本プロレスのトップであり、新日本プロレスの歴史を変えようとしている。申し訳ないけど迷惑だし不愉快だ。俺が神様イブシコータを黙らせてやるぜ。カブロン。ノートさん、僕はいつでも待ってますから。25日本当にできるのか、万全な状態でできるのか確かめたいと思います。はい、僕はいつでも準備ができてますから。はい、楽しみにしてます。はい、そして本当に明日いろいろ分かります。